ベル206ベル206エージェットレンジャーベル206はメインローターとテールローターのブレードが2枚のカスタービンヘリコプター。1961年アメリカ陸軍はローの提案を提出し、ベルは他の12メーカーと共に競争に参加した。陸軍は最終的にベル、フェアチャイルドヒラー、ヒューズエアクラフトの3社に絞り試験と評価のため、 各社国旗の試作規制策を命じた。そして、ベルシャのモデル206は、陸軍によって UFO-4A の名称を与えられた。1962年に、陸軍は長期間の試験を及び評価を終え、出力不足などの理由で UFO-4A は、採用されなかった。その後、ベルシャは、モデル206をマーケットに出そうとしたが、売れ行きはかんばしくなかった。 調査の結果、顧客の大部分はボディの形状に不満があることを示したため、より流線型で美的な機体へと設計し直した。前席2つと後席3つの5シートで、これをモデル 206A ジェットレンジャーとして再び販売したところ、商業的な成功を収めた。モデル 206A は1967年に民間市場へと参入した。 その後もモデル206の改良は続けられ、より出力の高いエンジンに換装した、モデル206バイトジェットレンジャー2が1971年に登場した。また、1974年には座席を7席に増やす、ため機体を延長した、モデル206リットルロングレンジャーが初飛行を行った。それとは別に、モデル206バイトの後継にテールローターを、 改良したモデル206バイトから3ジェットレンジャー3が1977年に登場している。しかしながら、いずれも基本的な機体のラインはモデル 206A から変化させていない。ヒューズの O-6 回ユースを採用したアメリカ陸軍であったが、ヒューズ社に陸軍の調達規模に見合う生産能力がないことなどから調達を中断して再び競争を行った。 その結果、1968年に、モデル 206A を、o、O-58 イオアとして採用したため、モデル206は、当初の目的をも達成することができた。ベトナム戦争で、o、O-58 は観測ヘリコプターとしてだけでなく、輸送ヘリコプターとしても運用された。また、アメリカ陸軍は、モデル206バイトの3号ヘリコプター訓練生向けの、 th-67 クリークとして発注し、アメリカ海軍とアメリカ海兵隊も th-57 シーレンジャーとして、モデル206バイトから3を採用した。この他に、スリランカ内戦では、スリランカ空軍のモデル206が、現地でガンポット及びロケットランチャーを装備し、武装ヘリコプターとして運用された。モデル二百六 a は、先進的なデザインが人気を呼び、 建設や採掘の現場へ向かうビジネスマンの移動手段としても使用された。現在でもニュースと交通速報に使うためメディアが使用している。その人気はアメリカにとどまらず、イタリアのアグスタ社でもライセンス生産され、世界中で幅広く運用されている。観音開きのダブルドアを持つモデル206リットルは貨物の搬入が容易になり、エンジンの出力向上と合わせて、 大型貨物の輸送ができる。それは、単価ごと機内に収容できることを意味し、空の救急車の発祥となった。飛行計画では、ICAO から与えられた B06 の認識記号を使用する。日本でも警視庁や都道府県警察航空隊、海上保安庁が採用したほか、農薬散布や物資輸送、送電線パトロールなどで幅広く使用されている。イタリアでは、 ベル社のヘリコプターをライセンス生産していたアグスタ社が AB206 として製造し、本家のベル206同様に各国に輸出されている。スロベニア独立戦争やクロアチア独立戦争では、旧ユーゴスラビア連邦の地方警察部隊に採用されていた AB206 が航空戦力に乏しい独立勢力側に接収され、連絡、輸送、 観測など多方面に活用された。なお、使用国の一つであるイランにおいては、同期をリバースエンジニアリングして国産化したパンヤシャベビス2061が存在している。また、これをベースとして、装甲と固定機銃を装備したタンザの観測、軽攻撃ヘリコプターヘサシャヘッド278も開発されている。 ベル206バイトから3ジェットレンジャー3ベル206リットルロングレンジャーをマイナ O-58D カイオアウォリア民間ベル206ベル 206A ジェットレンジャーアグスタベル 206A ジェットレンジャーベル 206A-1 アグスタベル 206A-1 ベル206バイトジェットレンジャー2アグスタベル206バイトジェットレンジャー2ベル206バイトから 2ベル206バイトから三ジェットレンジャー3ベル206リットルロングレンジャーアグスタベル206リットルロングレンジャーベル206リットルから一ロングレンジャー2アグスタベル206バイトから一ベル206リットルから一ロングレンジャーベル206リットルから三ロングレンジャー3アグスタベル206バイトから三ベル206リットルから三ロングレンジャーベル206リットルから四 ロングレンジャー4ベル 206LT ツインレンジャーベル407ベル417軍用 O-58 海洋は206リットルテキサスレンジャー TH-57AC レンジャー TH-57BTH-57CTH-57DTH-67 クリークベル206の軍用採用国ニキベル 206A 出展ベルヘリコプター ベル206リットル4プロダクトスプシファクションズ。2013年8月23日閲覧。初言性能、コマンドをアメリカ陸軍所属機として、ベル206バイトからサンジェットレンジャー3が登場。カービー将軍が、主人公のジョン・メートリックスが住む山小屋と、アリアス一ちのアジトがある小島へ駆けつける際に、使用する。ゾンビ TV 局の報道ヘリコプターとして、 ベル206バイトジェットレンジャー2が登場。主人公一行が混乱する都市から脱出し郊外のショッピングモールに降り立つまで使用する。パイロットのロジャーはフライボーイとあだ名されている。ターミネーターにロサンゼルス死刑所属機としてベル206バイトジェットレンジャー2が登場。主人公たちが襲撃したサイバーダイン車に通報を受けて駆けつけ。 上空から現場を監視していたが、これに T-1000 が飛び乗って、パイロットを下ろしダッシュすると、自らが操縦して、主人公たちの追撃に使用する。ランボー主人公のジョンランボーを追跡する、保安官のヘリコプターとして、ベル206バイトジェットレンジャー2が登場。保安官の一人であるガルトが、副操縦士席から身を乗り出して、狙撃を行う。リーサルウェポンに、 炎の約束中ロサンゼルス南アフリカ外交官がカーチェイスの末に逮捕されそうになった外交官のハンスをベル206リットルロングレンジャーで救出する。優勢からの物体 X ノルウェーとアメリカの南極観測隊所属機として登場。スキットが両方トムフロートに変更されている。前日談である優勢からの物体 X ファーストコンタクトにも ノルウェー観測隊の機体が登場している。ありがとうございます。